皆さんこんにちは、ウォッチ買取応援団団長です。先日知人が時計を購入いたしまして、買ったばかりのものを見せてくれたんですが、その際改めて気づかされたことがありました。パッと見普通の時計だなと思っても、つけた瞬間に急にかっこよくなるものってあるんですよね。その時計はジャガールクルトのマスターコントロールだったんですけれども、腕に乗せてみてびっくりしました。こういう時計きっと他にもたくさんあるんでしょうね。やはり買うときは試着することが大事なんだなと改めて感じました。はい、ということで本日は買取価格の動画でございます。ブランド時計を売却する際気になる買取相場、本日はロレックスエクスプローラー版、そしてエクスプローラー2の価格チェックしていきたいと思います。今回お伝えするのはこちらの7モデル、現行モデルが3つに旧作が4つです。この動画では相場を俯瞰するため3つのデータに触れていきます。メーカー定価、価格コム掲載の新品実勢価格、旧作の場合は楽天とトケマーの中古価格、そして弊社独自調査の買取価格、これらで見てまいります。なおこの動画公開の 2,3 日前に作成しております。公開時には価格や店舗在庫状況等変わっている可能性がありますので、その点ご注意ください。また価格変動激しいモデルでもありますので、実際に購入売却をお考えの方、ぜひ必ずそのタイミングの価格を確認していただくようお願いいたします。それでは行ってみましょう。憧れの時計は遥かに遠く、ゆえに私たちはどこまでも。男の夢、紳士の癒し、理想の時計を身につけた理想の自分に出会える場所。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。さて、では1本目です。2021年にリニューアルされた最新のエクスプローラー1、ケースサイズが再び 36mm へと小型化されました。メーカーサイト掲載の定価は676,500円、対して現在の価格コム新品実勢価格は1465,000円から1499,900円です。価格推移、初期高値から値下がり中、初値から平均ラインで40万円ほど下がっております。続いて弊社独自調査の買取価格全体相場、現在の買取価格80万円から135万円、中点値は107万5000円、メーカー定価からの換金率は 118.3% から 199.6%、 今回が初調査、価格推移は次回以降で見ていきます。続いてこちらも2021年に発売されたエクスプローラー1の最新作、シリーズ初となるイエローゴールドコンビ素材を用いたバリエーション、メーカーサイト掲載の定価は114万2900円、対して実勢価格、価格コムの掲載がなかったので楽天で見ていきます。現在の実勢価格は191万7600円、1点のみの掲載です。価格推移は次回以降で見ていきます。続いて弊社独自調査の買取価格全体相場、現在の買取価格90万円から150万円、中点値は120万円、メーカー定価からの換金率は 78.7% から 131.2%、 こちらも初調査なので価格推移は次回以降にて。続いて2010年から2021年まで生産された 39mm 系の先代モデル、廃盤間もないのでまだ新品入手が可能なタイミングです。メーカーサイト掲載の定価は68万7500円、対して現在の価格コム新品実勢価格は151万2500円から190万円です。価格推移、新作発表のタイミングでガツッと50万円ほど値上がりしましたが、その後すぐに下がっております。ただガツッと上がる前の水準には戻っておらず、4月末から維持状態となっています。続いて弊社独自調査の買取価格全体相場、現在の買取相場72万円から136万円、中点値は104万円、メーカー定価からの換金率は 104.7% から 197.8%、前回3月の調査から最高値は30万円のアップ、最安値は24万円のアップです。続いて価格トレンドの詳細確認するため、サイトごとの価格変化がどうなっているのか確認してみます。こちらは買取価格の高値側と安値側、各3サイトの前回からの動きをまとめたものです。データ数不足している場合は上下爪にて記載しております。高値安値ともに全て上昇、価格トレンド上昇傾向とみて間違いないでしょう。続いて前々作のエクスプローラー1、最新作と同じ 36mm 系のケースを使用しています。販売価格は中古品で見ていきます。現在の販売価格72万8000円から134万8000円です。掲載数は150点以上確認することができました。続いて弊社独自調査の買取価格全体相場、
現在の買取価格49万4000円から110万円、充電池は79万7000円、中古最高値からの換金率は 36.6% から 81.6%、 前回3月の調査から最高値は30万円のアップ、最安値は11万円のアップです。続いてサイトごとの価格変化です。高値の方はすべて上昇、安値の方は維持と上昇、価格トレンド維持から上昇という結果です。続いてエクスプローラー2021年に発売された最新作、大まかな外装デザインは前作と変わらず細部をブラッシュアップしての登場、ムーブメントは GMT マスター2と同じキャリバー3285が搭載されています。こちらメーカーサイト掲載の定価は89万8700円、対して現在の価格込む新品実勢価格はホワイト文字盤のもので168万円から184万8000円です。価格推移、初値から平均ラインで11万円ほど値上がりしております。ただしこれまだ初期高値かもしれません。今後流通本数増えてくれば値下がりする可能性もあります。続いて弊社独自調査の買取価格全体相場、現在の買取相場95万円から150万円、充電池は122万5000円、メーカー定価からの換金率は 105.7% から 166.9%、 こちらも今回初調査ですね。価格推移は次回以降で見ていきます。続いて今年廃盤になった前作、まだ新品での入手も可能なタイミングですので販売価格新品の方で見ていきます。メーカーサイト掲載の定価は87万5600円、対して価格込む新品実勢価格はホワイト文字盤のもので160万4900円から178万円です。価格推移、新品発表時に40万円ほど値上がりしまして、今はそこから20万円ほど下がったところですね。続いて弊社独自調査の買取価格全体相場、現在の買取相場77万4000円から144万円、充電池は110万7000円、メーカー定価からの換金率は 88.4% から 164.5%、 前回3月の調査から最高値は3万円のダウン、最安値は12万円のアップです。続いてサイドごとの価格変化です。高値の方上昇上昇下降、安値の方は全て上昇、価格トレンドサイトによって異なっております。続いてラストは1991年に発売された前々作のエクスプローラー2、販売価格は中古品にて見ていきます。現在の販売価格82万円から178万2000円、流通数は130本ほど確認することができました。続いて弊社独自調査の買取価格全体相場、現在の買取価格58万2000円から130万円、充電池は94万1000円、中古最高値からの換金率は 32.7% から 73%、 前回3月の調査より最高値は37万円のアップ、最安値は15万円のアップです。続いてサイトごとの価格変化です。高値安値ともにすべて上昇、価格トレンド上昇傾向と見ていいでしょう。以上、ロレックスエクスプローラー1およびエクスプローラー2の販売買取相場について2021年6月までのデータでお届けしました。エクスプローラー1、エクスプローラー2ともに4月にモデルチェンジが行われたことで、ここから数ヶ月間は新作旧作ともに価格変動激しい時期になるかと思います。購入においても売却においてもご検討されている方は必ずリアルタイムのものを確認してから行動するようにしてくださいね。それでは本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。